日本共産党の国田圭司です。4人の参考人の皆さん、本当に貴重なご意見ありがとうございました。私は早速質問に入ります。都市再生法の、作る前提になった都市再構築戦略検討会のメンバーである浅見陳述に参考人に、この検討委員会の中間取りまとめに関連して聞きます。検討委員会では、都市整備に関しては今後は個別の政策課題への対応と合わせて中長期的観点に立って経済社会の変化に対応して都市構造そのものの再構築が必要となっているとこうしています。で、地方都市と大都市のそれぞれの再構築に向けた取り組みを促すこととし、その指針となる総合的な都市再開発再構築戦略を策定したと、こう認識しています。で、中間取りまとめでは地方都市と大都市に分け、大都市をさらに郊外部等における高齢者の増加への対応と国際競争力の向上と分けて提案しています。で、私は大都市部の都市政策、都市の在り方に関連して国際競争力の向上、国際競争力を備えた町、この問題が一体何なのかと聞きたいんですね。そもそも国際競争力を備えた町というのはどういうものかということが一つ、もう一つは今回の法案で、この国際競争力を備えた町を作るという視点がどこに入っているのか教えていただきたいと思います。浅見参考人。はい、ご質問ありがとうございます。まず中間取りまとめは、私の意見ではですね、若干こう分かりやすくするためにわざとこう分類を明確にしたというところがあるかと思います。実際には大都市の中でもですね、地方都市のような問題というのはあると思いますので、そういった部分も実際には必要なんだろう、手当が必要なんだろうというふうに思います。で、特に国際競争力の部分ですけれども、これは現在その日本がですね、かなりこう低成長の時代に入っている中で、国際的には、だんだんですね、その競争力といいますか、順位がこう落ちてくるような部分がございます。で、そういった中で、成長エンジンをどこに求めるかというとですね、やはりその生産性が高いところということになると思いますが、それが特に都市に多い、都市だけというわけではありませんけれども、都市が多いので、そういったところのですね、利便性を高めるとともに、その特に海外からの投資をですね、呼び込むためには、そういったその高品質の都市空間というのを作らなきゃいけない、そういった意味で、そういうことを言っているというふうに思います。で、今回の、措置ですけれども、今回の措置は私は、理解としてはですね、国際都市を、高めるための措置というよりは、むしろ、今後ですね、広がっていく、その縮小していく都市をいかにマネージメントするかという視点の方が大きいというふうに考えておりますので、その国際都市という意味でのですね、位置づけといいますか、その、意図というのは弱いんではないかというのが私の意見です。国田圭司君。ありがとうございます。ちょっと法案にどこに入っているのかということですが、あんまりあれ言及がありませんでしたけど、次に町づくりと、都市再生ということで、大体交通政策との関連性を多くの参考人が陳述されました。で、そこで森参考人と竹内参考人にお聞きします。私はずっと問題意識を持っているのは、この間の町づくりの流れがどうなってたかということについて、規制と緩和という問題が随分あるんじゃないかと思っているんです、一貫してね。で、そこで今回の法案、それ自身は、市町村によるコンパクトな町づくりを支援すると。それで住宅だとか医療だとか福祉、商業、その他の居住に関連する施策の誘導、それから連携した公共交通に関する施策、これをやりながらやるということなんですよね。で、そこで大型店の立地を規制していた大店法の廃止など規制緩和によって、大型店や公共施設など大規模集客施設が郊外立地を加速し市街地を拡散したことで、中心市街地の商店街や街中居住がさびれ空洞化していったことが背景にありました。
そこで2006年のまちづくり三法都市計画法の改正で、店舗面積の1万平米以上の郊外立地の規制などゾーニング規制強化が行われました。その後、大店舗の郊外立地がどこまで抑えられているかと、まあ、見ますとね、まあ、1万平米以上は少なくなりましたが、1万平米未満、5000平米以上の大型店は相変わらず郊外に進出しているということが、経産省の議論の中でも、経産委員会の議論の中でもあります。そこでお聞きしたいのは、コンパクトな街づくりを進めるためには、やはりゾーニング規制というのを強化する、例えば規制対象を3000平米以上にするとか、準工業地域も規制対象に加えるとかすべきじゃないかと、その点をお聞きしたいのが一つと、もう一つは今回の法案は誘導が中心で、こうした規制強化策が不十分だと思うんですが、この点も合わせて意見をお二方にお聞きしたいと思います。森参考人委員長。私は個人的には規制で推進するのではなくて、誘導で動かすということでないと、なかなか町全体を動かすということは難しいのではないかとずっと思っています。それから最初のご質問については、その大型店規制の時のこの部屋で国田先生から質問されたことを思い出しましたが、1万平米でいいのかと、3000平米でに しろという意見はどう思うかというご質問をいただいたことを思っていますが、その時と同じ答弁になると思いますが、若干 それ以降の流れの中で、やっぱりこの大型店が出てくるということについては、我々の施策を進めていることにかなりバッティングします。でその意味においては、都道府県によってさまざまな条例を持っているところもありますので、そのあたりの判断を参考にしていくことかなというふうに思っています。もう一つは、市街化区域があって調整区域があって、その外に無指定があるという問題が一つと、都市間をつなぐ広域調整の機能がうまく発揮されていないということだろうと思っています。一自治体としてはコントロールできない大型店の問題だろうというふうに思っています。竹内参考人。一律に、規制か誘導かと、こういうことで問われれば、できるだけ誘導でいきたいというのが基本であります。まあ、しかしながら、現実にコンパクトシティをこう作っていくということを考えたときに、それぞれの地域によって、この立地的成果計画の具体的な内容を考えたときに、本当に、ある施設をこちらからこちらに誘導できるのか、そういうことに悩まれるところが、数多く出られるのではないかと思います。でこれについて、それぞれの地域の事情に応じてということになりますので、やはり法のレベルではなくて、条例のレベルになろうかと思いますが、ある種の線引きですね、これはあった方がいいというふうに思っております。でこれが、線引き以外の何かこう移動していく相手先の土地に関する条件、例えばそこを強制的に収容するとか、そういう、強い方法とセットでやるとか、もっと他の方法もあるかもしれませんが、誘導と規制のところだけ取り上げてみれば、今のような緩やかな方法が、いいのではないかと、こういうふうに思っています。国田圭司君。ありがとうございます。私森参考人にお聞きしたのは、その後の事態というのをお互いに検証する意味では、その議論を懐かしく思っているものですから、そこで改めて、まあ、前とちょっと違ったのは後半のところが少し違ったということが分かると思います。つまりゾーニングという問題では地域を超えてというのは新しくありました。それで私はそこで、ね、次聞きたいのは今度は土井先生にお聞きしますけど、私ども今度の法案の関係で言いますとね、地域交通活性化法というのは、現行法というのは2007年に制定してるんですよね。それで先ほども若干そういったご意見ありましたけども、このその後も実は地域公共交通の衰退は止まっていないというのが率直な実態だと思うんですね。もちろん個別の成功例はあると思うんですけどね。でこの十分効果を発揮しなかったのはどこに問題点があったのかと、つまり法改正というものをこう改めてせざるを得ないというのは当然あるわけで、そうするとなぜこれが失敗したのか、まあ、失敗したって叱られちゃいますけど、なぜこれが衰退が止まらなかったのかという現状認識がね、
ぱ必要じゃないかと思うんですよね。その辺の点がどこにあるやというありやということをお聞きしたいと。で、あ、お願いします。土井参考人。はい、土井です。いわゆる各地域ごとにいろいろ点検してみますとね、おっしゃるようになかなかもう協議会がですね開かれてないとかですね、どんな協議されたとかね、発信してないとかですね、さまざまなそのレベルがあります。地域によってはちゃんとですねホームページにね、それぞれの会議でこういうことがね、あったとかですね、その資料も丁寧に配られましてね、我々でもちゃんと見てですね、あ、ここまで議論がね、進んでるとかですね、さまざまなその協議会の情報もあるところもありますしね、そうするとまたこういうことの改善点とかも提起できるわけですけどね、なかなか、まあ、そういう意味では、まあ、地域地域によってですね、そういった協議会のなんかのやり方自体に関してもですね、まあ、問題があったように感じてますので、まあ、その辺ですね、各、まあ、自治体によって、まあ、非常に力量の問題とかですね、人員の問題とかあるでしょうから、やはり、まあ、今後はやっぱりそういう意味でおっしゃるようにまた違った枠組みですね、都道府県がちゃんと入ってですね、支援していくといいますかね、そんなこともやっぱり今回大きな目玉ではないかと考えています。以上です。国田圭司君。今回の改正の大きな柱というのは、都道府県を含む地方公共団体がその計画を策定できる、広域になると、まあ、いうことができるということが一つの特徴で、まあ、その意味では地域公共交通の維持改善へですね、地方公共団体の責任を強めるものであって、私ども前向きな方向として見ています。そこで今自治体の問題が強調されましたので、参考人は今お話、同意参考人はですね、論文の中で、まあ、状況を最も把握できるそれぞれの基礎自治体が地域交通に責任を持って整理実現すべきであると、それぞれの地域で交通基本条例の制定が求められていると、まあ、提起しています。でそこで森参考人と土井参考人にお聞きしたいんですけど、まあ、今回都道府県も含めた計画策定がですね、法改正に盛り込まれましたけど、この本当に地域の基礎自治体が地域公共交通に責任を持つものとなるのかと、どう思われるかということと、今土井さんが提起されている交通基本条例という考え方なんかについてどう思われるかということを2つお聞きしたいと思います。森参考人。私どもの市の場合は県と一緒にというようなことはあまり必要性を感じませんが、全国の状況を見ると、例えば県によってはですね、いくつもの谷筋都市があったり、谷を越えてまた違うまとまりがあったりと、さまざまなことがあると思いますので、市町村を超えた計画を作るということは必要だろうと思いますので、都道府県も一緒に入ってということの可能性が開かれることはいいことだというふうに思います。それから、最後にご質問になりました、その交通基本条例という考え方については、まあ、一部若干土井先生と私と考え方が違うんですけど、私は交通圏という概念をそこに表現として文字化することには反対です。これは基礎自治体としては不作為を問われかねませんので、この議論は弱者の方々をどう救うのかということは憲法25条の解釈で十分成り立つと思っていますので、そういう限りにおいて、つまり強く強調した交通圏みたいなものをイメージした交通基本条例ということについては必要がないというふうに思っています。はい、土井参考人。今回、まあ、交通政策基本法がですね、昨年から末から施行されてますけどね、そういう意味でいろいろ、相場な的な、まあ、目標を立ててますのでね、いかにそういう地域住民の公共交通の足を守るかとかいうことは、まあ、なかなか触れてはいないんです、表面からはですね。そういう意味では各自治体、市町村はじめ都道府県もですね、やはり、まあ、そういう地域の住民の足を自分たちが行政がですね守るという姿勢をですねちゃんと、まあ、出すべきだと思ってますけれども、これも上から、まあ、いわゆる落下傘方式といいますかね、それを行政がもう一方的に上からですね、住民の市民の
足を守るというのはなくてですね、やはりその地域地域でやはりその住民の方がですね、どういうふうにしてまあ日常を過ごしたいか住み続けられたいかをですね、ちゃんと議論していって、まあさまざまなそういう意見も対立もあるでしょうけどね、やはりまあどんな町に住みたいか、どういう生活をしたいかをですね、ちゃんと実現するために交通がどうあるべきかということをね、やはりまあ積み上げていくといいますかね、こういう一つの手立てが時間かかりますけどね、そういう形でまあ交通まちづくり条例とかですね、あるいはまあ交通基本条例でもいいんですけども、やはりまあ一つはやっぱり交通空白地帯をいかに なくすかとかですね、まあ、離島の足をどうするかとか、やはり住民の方がやっぱり共通していろいろ自分たちはこういう生活をしたいとか、いろんな形で出し合いながらですね作るっていうのを、一つやっぱり地方自治をまあ、高める点からもですね大事に思っています。でそういう点でやはりまあ地域地域でやっぱりそういうあのすぐに実現しなくてもですね、こういうまあ形の街にこういう公共交通になってほしいとかですね、そういうのを打ち上げるって言いますか、ぜひまあそういう政策をですね、都道府県なり市町村がですね、まちづくり条例を作って、やはり一つにまあ、住民が団結してこの方向を目指すって言いますかね、こういった社会が必要じゃないかと考えています。以上です。国田圭司君。あの交通基本法、それから交通政策基本法という議論の過程の中で、実はあのそういう交通権という問題が随分議論されました。まあ、一番最初に出された案は交通権というのが入っていた案だったんですね。まあ、それがいつの間にかまあ消えるという、まあ、政権のまあいろいろなせる技があったわけですけど、私どもとしてはそのことで不作為が問われるかどうかという問題が一つの論拠にはなりましたけれども、そこまで本当に不作為が問われるのかという問題も議論になっているということだけは言っておきたいと思います。最後にあの2つだけあの土井先生、土井参考人にお聞きします。土井参考人はこの、参考レジュメで、都市再生特別措置法改正案については問題点が多く賛成しないということで、先ほどありましたのは町壊しになる可能性ということなんかを中心にお話しされていました。もう少しこれあの少し詳述詳しく言っていただければ幸いです。それと最後に先生はあの先ほど来言ってますけども、住み続けられる地域、住み続けられる町ということを随分おっしゃっています。私もあの今のあの状況を見ますとね、その国民にとってあの住み続けられる地域として再生する上で公共交通というのがどういう役割を果たすかということが問われているんだと思うんですね。だから今回の法改正について言うならば、都市再生法のまちづくりと一体となって進めると一応してるんですけどもね、いつまでも住み続けられるまちづくりのために、まあ、こういうことの考え方基本というのは何を据えるべきなのかと、まあ、バクッとした話で失礼ですけれども、その2つだけ最後にお聞きしておきたいと思います。土井参考人。その町壊しというのは、まあ、私自体はイメージとしましてはね、一つのまあ鉄道の駅にですね、非常にもう超高層のですねマンションが建ってしまうとかね、そうするとですね、これまでそういう意味で非常に町の中でですねゆったりとした町がね、全くなんか機能的なだけの町になってしまうとかですね、あるいは大型スーパーですね、まあ、それを巨大なスーパーでなくてもですね、その町の中にできてですよ、その足をなんか駐車場、そのために駐車場がですねできて、立体駐車場がね臨時するとかですね、やはり町づくりでは郊外に住んでる人もいろいろ中に入ってもらうのは大事ですけどもね、やはり郊外で、まあ、公共交通に乗り換えてもらってですね、それで中にはもうゆったりとですね入っていただく、そしてまた自分の住む郊外に帰っていただくと、こういうことが一つの、狙いですからね、やはり、まあ、林立したその高層のマンション作りとかですね、巨大なスーパーを作るということにはですね、非常に町壊しになるのではないかという点が論点です。あと最後 の, あの
住み続けられる街づくりのお話ですけどね、まあ、どういうふうにまあ住むかが非常に問題ですね。生活の質をいかに高めながらね、自分の人生をそこで過ごしてよかった、郊外の時に言ったりしたけども、中にも入ってですね、コミュニケーションも図れて、いろいろ文化も芸術も楽しめたというですね、そういう意味でやっぱり人々のやっぱりその願いをいかにそこで実現するかですね、やはり住民の声をちゃんと丁寧に聞くと言いますかね、あまりハードな面で投資だけと違って、やはりソフト面の人づくりですよね。ですからやはりそのいろいろマンパワーで街づくりをやっていくというふうに、ぜひお願いしたいと思います。以上です。国田圭司君、どうもありがとうございました。